い、毎度おきに通知です。どうもギクさんと申します。お願いします。そしてこんにちは、こんばんは、おはようございます、辻ちゃんです。ビュッビュッ、はい、今回は、はい、皆さんタイトルで多分来てくれた方もねいらっしゃると思うんですけども、ルシファーを作っていこうと思っております。ルシファー、ついにあのルシファー様がこの、はい、もうねマイクロの世界に降臨されるということで、はい、作っていこうと思うんですけれども、ルシファー様を作るには、降臨させるには、うん、いろんな色の、まあ、毛だったり何だったりが必要です。必要な色を申し上げます。紫、ピンク、白、オレンジ、赤、青、肌色と、まあ、これがね必要になってきますので、まあ一部はこの羊さんの方で代用していこうかなと毛でね思っておりますので、今回はその羊さんを、うん、これだと狭いんですよね、ここね狭いので、そうファームを作ろうという回でございますが、なんと私あらかじめファーム作りました、はい、あ、そういうもの見てないんだ。さあどうぞ。あー、なるほどね、地下ね。そうです、地下ファームでたくさんの羊をバッと買おうかなと思っております。先生、はい、先生一つだけちょっと心配なことがあります。はい、何でしょう。前回コメント欄で、うん、羊は土を食べないと。土ね、これ日光ないから、日光の代わりにこれなるんじゃなかったっけ。これはなるけど、なるよね。だからもうちょっとここら辺にポンポン置いていこうかなと思って、うん、空中とかね。そうそうそう、いけるでしょう。まずは連れてこないといけないと。ここ階段チックにした方がいいな、あいつらダメージ食らって行っちゃう。多分ね連れてくるのはね楽だと思う。あ、ほんと、うん、何が難しい。いや、何も難しくない、難しくない。うん、なるほどです。でもあと着色料取りに行かなあかんから。なるほどね、マグマだけ気をつけてな。マグマだけは気をつけないとダメだな。そう、ほんとに全員お肉やばい。もう連れてきとる。これからいっちゃいますよ。あー、待ってきついきついきつい。俺のイダテンが、うわうわうわ、ああ、ちょっと、イダテンだけさ、入れてくるわ。うん、分かった。めっちゃ肉になってる、めっちゃ肉。大変だよこれ。肉と化してるよ完全に。めちゃくちゃ肉になってる。どう、入ってとる？全然入らない。一回この柵ぶつぶすか。だよ。わ、来た。つさ、こっちにまず一回ついてきて。うわー、助けてくれ。うるさいよこれ。うわうわーすげえ、うわ汚ね、いくよ、うわいいよ、はい、うわーママーママーママー、全部これでまだめちゃめちゃおるやんこれ。一応もう逃げんより上簡易的に蓋するわ。オッケー、上がってくるこれ。まさかなんかあそこでジャンプする癖があるんだよこちら。まあ上がってこないか。うわーすごいことになったな。まだおるそうな気するけどな。着色料、じゃああと取りに行かなあかん。オッケー、俺のイダテンは、イダテンはちゃんと中に戻した。オッケー、イダテンが差し逃げられたね、溶岩で。危なかった、マジで。じゃあ、うん、まずルシファーに絶対いいのが、紫。紫です。私ちゃんと調べてまいりまして、ほっほー、ピンクは桃色のチューリップ。俺とりあえず黄色すぐ取りに行けるから。うん、あ、あれか、あれは黄色ね、うん、黄色はすぐ取れるってことは桃色の花を見つけてこいとね。あとな、その白とかも全部あるやつ取ってくるし。あ、ピンク見つけた。は、早くね。赤とかも欲しいよ。赤、チューリップ。そう、これで今度から何々作ろうか、でもこの色ないしなっていうのはなくなると思う俺。なるほどね、あ、分かった。ナイスナイスナイス。あとはじゃあ俺も戻ろうかな。早っ。やべっ、ギコなんだ。
なになに、え、家の近く、家の近く、助けて、もう全部あるから。うわー、半端ないじゃん。やばいやろ、これ、一段、ほら後ろ開けとくからね。開けて開けて、ナイスナイス、これでいけるぜ。あ、窓押した、いいか、いけた、いけるいけるいける、あと1匹いる後ろ、まだあんの、後ろ後ろ後ろ、そうそう、それで終わり、素晴らしい、よし、ちょっと待ってくれ、うん、ここを見ていただきたい、クスしてるゾンビピックマンと、うわよし、とりあえずいろいろ見つけたね。じゃあとりあえずつけに行こうか。オッケー、うわー見て、ラリラリみたいな、ひしめき合ってるで、毛生えてるやつしかできやんから、じゃあ頼むわ、つけていいの、俺つけてていいよ、赤がちょっと多い、おお、あれ薄いな、このピンク、まあ薄くてもいいんじゃない、濃いピンクが、もういいか、黄色も、はい、で、あー黄色、はい、オレンジ、ピンク、すごいすごい、ピンクかわいい、あ、オレンジは俺持ってないで、オレンジや、じゃあつけていくわ、うわ赤がちょっと多いな、なんか登ってんだけど、あいつら登ってるね、これバランスよくない、今いい感じかな、白がな、一匹しかおらんでな、何してんのこいつら、わわ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 わう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 わすごいすごいすごい、まるで恋の滝登りやなんで飛んでくんだよこんなに、ピョーン言うてるけど、なにこれ、やば、ギコブ、あ、そっか、白がもう一匹おらんと、白と白じゃないと生まれやんから、白が、あ、そう、うん、すげえ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 すごいことになってる、待って、なんでこっち来てんの、あーあああ、ギガ、どう、大丈夫だった、大丈夫大丈夫、なんでこいつらさ、どうなってるこれ、あ、俺開けちゃったのか、俺、うわあ、どう、持てへん、もう何が、荷物が舞う、牛まで混ざっていうか、すごい舞う、もっと欲しいよな、半端じゃないな、おめえら、さあ全部枯れたから、よし勝った、出よう、わ、私は一晩先に、よし、まう、なんで出てくるんだろうこいつら、何出てきてないの今、なんで出てきたんだろうね、謎かね、ほら、扉がね、持ってない、あ、私が持ってる、あ、ほんと、オケマル水産じゃないね、え、ということで今回でルシファーの毛は肌色が全部できたと、ルシファーの毛って肌色は下がんでいけるからね、うん、なもんで、こんなもんでいいかな、こんなもんやね、いや、あれ最後のあれ絵的にも良かったしな、すごかったね最後はい、ということで今回はルシファーのために紫、ピンク、白、オレンジ、赤、青をね、ゲットしたということで、あとはね、その動画外で上をね、日光が通るようにして、どうにかして、うん、で、サガンもな、そうね、いう感じで考えて、完璧やばいやす、よし、次回はついに、はい、あのルシファー様を作りまーす、イエーイ、はい、ということで今回はこれだけにしておきます、次はね、はい、来週の火曜日にツッチさんの方でね動画がありますんで、はい、そちらもぜひぜひチェックしてみてください、前回の動画は、はい、概要欄から見れるようになっておりますんで、もしくはね私の再生リストからも、2人の、マインクラフトを見れるようになっておりますんでチェックしてみてください、お願いします、はい、ということで以上ギコちゃんとツッチャンでした、バーイ、バーイ。